うちの看板娘を AI に書いてもらおうということで、まあタイトルの通りなんですけども、うちの看板娘未来ちゃんっていうんですけども、この帽子をかぶってる白髪の子ですね。この子をですね、最近話題になっている AI に書いてもらおうという企画となっております。この AI がですね、お手軽に使えるようになってですね、私まず何を思ったかというと、自分の好きなキャラクターとか頭にあるイメージを絵としてね、描いてもらうことって本当にできるのかなと。で、実際どのぐらいの精度というかクオリティなんだろうなと。仮にですよ、これがですね完璧にできるようであれば、私はねもう絵を描かなくてもいいかもしれないっていうねはい、そんなことを思ってたんで、実際ね試してみようということです。はてさてどうなることやらということで、行ってみましょう。あ、すいません、ちょっと前置きなんですが、今回はですねミッドジャーニーという AI とステーブルディフュージョンという2つの AI を使って生成していきます。同じワードを使って絵を作ってもらうんで、その辺の AI による違いも楽しんでいただければなというふうに思います。ということで、今度こそ本当に行ってみましょう。まず手始めにですね、女性なんで、まあ、ガールだよねガールだよね、白い髪の毛なのでホワイトヘアかなと、まあ、こんなもんでいいんじゃないかなっていうね。はてさてどんなイラストができるのやらということで、まずはミッドジャーニーから。あー可愛いっていうか、リアルというか、なんていうか、すごいねまあデフォルメがあんまり効いてないっていうか、なんかエアブラシで塗ったような感じも受けますね。髪の毛のね、白い女性ということも合ってますよね。いやーすごいな、いい感じですね。はい、次ステーブルディフュージョンですね。じゃじゃんということですね。まあ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 、そらそうだよね。そうだよそうだよ、これはね私が悪いです。それはね、絵を描いてって言わないとリアルな人間出ちゃいますよね。はい、これは本当に私が悪いです。はい、わかりました、わかりました。1回戦目のですね教訓を生かして、次はですねこんな感じでいきたいと思います。ガール、ウィッチハット、ホワイトヘア、イラスト。今回はイラストという単語を入れたんで、さすがにね二次元画像出てくるでしょうということで、行ってみましょう。まずはミッドジャーニーということなんですが、結構いいですね。なんかさっきの絵に比べるとちょっと絵画的っていうんですかね、なんか美術館とかにありそうな感じの絵ですよね。まあ美術館詳しくはないんですけど右下の絵なんかは魔女の帽子っぽい絵ですよね。なんか私の想像していたような雰囲気の絵ではないんですが、まあまあ指定したものは描かれているような気がします。はい、次ステーブルディフュージョンですね。これはどうなんでしょう、ウィッチハットなんですかね、どうなんでしょう、謎ですねただの帽子ですねこれまあまあね、帽子かぶせてくれるだけでまあまあマシだとは思うんですが、こっちもね絵画的っていうんですかね、なんかそこはかとなくミッドジャーニーと同じような雰囲気を感じますね。なんか似通ってくるもんなんですかね。ちょっとどうなんですかね。はい、次です。もっと指定しないとダメなんじゃないかなと思いまして、目標としてはねアニメっぽいというか日本のイラストチックな絵にしたいんで、アニメっていうワードを入れつつですね、単語ではなく Google 先生のパワー借りで長文で言ってみようかなと思います。ファンタジーキュートガール with ホワイトヘアAs a witch. Illustration in Japanese anime style. ということで、ミッドジャーニーはこんな感じ。なんか和風感すごいですね。和の雰囲気のイラストになりました。もみじが舞っていたりですね。黒髪の女性ですか。白髪じゃないんですね。まあまあ置いといてですね。まあ服装もそこはかとなくこう和服っぽいですよね。ジャパニーズアニメスタイル。っていうそのジャパニーズの部分が強調されたのかなと。あとくすんだ色合いのせいか若干不安になる絵ですね。はい、次ステーブルディフュージョンはというと、この絵とか結構いい線いってるなっていうふうに思いますね。魔女でしょ、
白髪でしょ、魔女帽かぶってるし、あ、崩れてるんだけどミニキャラっぽいバランスで加湿してあげれば結構可愛くなるんじゃないかなっていうふうに思います。あとですね、このおでこが出てる絵もいいですね。私の性癖を刺してくるなんてなかなかやりますね人としての体のバランスというかシルエットが崩れてないのがすごいいいですね。これもね、加湿することで可愛くできるんじゃないかなというふうに思います。いいですね、あのすごい可愛いです。ここまでやってみて、私一人の力ではですね、これ以上ちょっといいワードというか呪文がですね思いつかないので、人様のね呪文をお借りしようかなと。こういうワードを入れたらこういう絵ができましたみたいな絵を集めたサービスがありまして、レクシカでいいのかな、レクシカっていうところから人様のいい感じの呪文をですね拝借してきました。次はですねこんな感じで言ってみます。ヤングウーマン、ホワイトヘア、ブルーアイズ、ビューティフル、シンメトリカル、アニメ、コンセプトアート、デジタルペインティング、萌えアニメ、はいモリモリなんですけど大丈夫かなと。はい、どうでしょうか。まずはミッドジャーニー、うん、目がね若干怖いんですけども、でもね整った顔出して可愛いですね。白い髪で青い目で、で魔女帽をね指定してなかったんですけど、絵のタッチもですねエアブラシで塗ったかのような雰囲気になりましたね。あと着物っぽい感じで和服な感じも感じますね。なんかね左上の顔がすごいあの可愛いなっていうふうに思います。はい、次スティーブルディフュージョンです。これはなかなかすごいくなってきましたね。日本で見るアニメとか漫画のような雰囲気の絵になってきましたね。絵のバランスも全然崩れてないし、いやすげえ可愛いなって思いますね。ヤングウーマンっていうワードがですねこういう大人びた女性を作ったのかもしれないですね。なんかかっこいい感じの雰囲気を持つ絵に仕上がってます。いやこれはほんとすごいな。結構多くねワードを指定した方がいいような気がしてきました。ただですね、もうちょっと可愛いよりっていうんですか、かっこいい感じよりは可愛いよりなイラストにしたいんで、もうちょっとね、そっち寄りに向けて頑張ってみたいなと思います。はい、次。プリティーガール、ホワイトヘア、ブルーアイズ、デジタルペインティング、萌えアニメ、京都アニメーションスタイル、ケイオン、かわいいということで大丈夫かなこれ京アニに寄せてみたんですけど怒られませんかねはい、はい、ではまずはミッドジャーニーから。ででんということで、どうしたミッドジャーニーちょっと怖いぞこれなんかどうしてもね着物っぽいデザインから離れてくれないですねっていうのと、あとそこはかとなくね鈴宮春日の憂鬱に出てくる長戸っぽいというか、なんというかいやごめんなさい、それはねさすがに失礼ですね。はいはい、次スティーブルディフュージョンです。あー、かなりアニメっぽいっすね。かなりアニメっぽいっす。アニメっぽい、うん、そうですね、いわゆる萌え系の顔になったような気がしますね。日本で見る絵柄にすごい近いですよね。ただ髪の毛の色どうしたっていう感じですね。全く白くないぞと。なんでしょうね、このデフォルメした目を描くのが苦手なんですかね。なんか目が崩れる印象がありますね。白目が作るのが苦手なのかな。いやでもすごい、なんかものすごい可愛い絵に仕上がってんな。絵のタッチを指定することで先ほどね可愛い感じの絵柄になったので、さらにですねその方向性を示すことで安定して可愛くなるのではないかなということで、今回はこんな感じでやってみました。プリティーガール、プリティーフェイス、ホワイトヘア、ブルーアイズ、デジタルペインティング、萌えアニメ、可愛い、ピクシブ、京都アニメーション、アニメスタイル、シネマティックライティング、コンセプトアート、絵のスタイルをかなり指定したんじゃないかなと思います。ということでミッドジャーニーからいきますが、ミッドジャーニーはですねこの感じからなんか全然変わらないですね。
あの崩れにくさで言うとミッドジャーニーの方が全然崩れないんですけど、崩れないしね、あの安定した可愛さを叩き出してる感じはするんですが、なんかね根本が変わってない気がするんですよね。なんだろう、それでいいのかいや可愛いんだけどね、可愛いんだけど、うーんって感じですね。はい、次ステーブルディフュージョンです。これやばいね、これやばいっすね。ちょっとさっきからすごいとかやばいしか言ってないんですけど、これこそすごいな。あのアニメ塗りのパキッとした塗りからですね、なんかふわっとした空気感のある絵に変わりましたね。あの相当可愛いと思います。ただですね、白髪でも青い目でもないんだよなっていうね。ステーブルディフュージョンはですね、触れ幅が広いですね。あの不安になるような絵も多いんですけども、当たれば可愛い気がする。ホームランか三振かみたいな、そんな感じです。はい、ということで次でラストにしたいと思います。もうね最後なんで詰め込むだけ詰め込んでみようかなと思いまして、いっぱいワード持ってきました。プリティフェイス、キュートガール、プリティガール、ホワイトヘア、ブルーアイズ、シンメトリカル、デジタルペインティング、萌えアニメ、かわいい、ピクシブ、京都アニメーション、アニメスタイル、シネマティックライティング、コンセプトアート、ライトノベル、スタジオジブリ、キルラキル、リトルウィッチアカデミア、フリクリ、ということで。どうでしょう、スタイルもそうなんですが、好きな作品もね、あのガンガンぶっ込んでみました。これがね私の全力全開ということで。はい、さあどうなることやら、ラスト勝負いってみましょう。まずはミッドジャーニーから。はい、あれということで、もうミッドジャーニーさんダメだね。可愛いけど、いや可愛いんだよ、可愛いんだけど、なんか根本がやっぱ変わんないですね。ちょっとアニメっぽいパキッとした塗りになったような気もするんですけど、絵のね、あの根本的なというか絵の印象はほとんど変わってないですね。いやーミッドジャーニー難しいですね。はい、次ステーブルディフュージョンですということなんですが、これはすごくないですか。これ奇跡引いてるよね多分ね。相当可愛くないですか。多分3枚表示してると思うんですけども、どれもバランス整っていて可愛いですね。特にねこの白髪の子すごいですね。私はすごい好みです。非常にいいと思います。はい、まとめです。今回はうちの看板娘を AI に描いてもらおうという企画だったんですが、私のねお眼鏡に絡うイラストは残念ながらできませんでした。もちろんね可愛いイラストすごいできたんですよ、できたんですけども、想像してたものとはね、だいぶ違うものには出来上がったかなというふうに思いました。自分のねキャラクターを描いてもらう前にですね、そもそも可愛い絵を描いてもらうっていうこと自体がかなり難しかったです。私はかなり苦労してここまで至ったんですけども、もしも AI に描いてもらう絵をですね、この自在に制御できるような人がいるのであれば、それはね新しい絵描きのスタイルとして認知されていくんじゃないかなというふうに思いました。まあそれをね絵描きと呼ぶかどうかっていうのはまたちょっと別の話なんで、それはわからないんですけども、 AI のねこういうイラストツールというのがこうやって多くの人が触れられる場に出てきたということはですね、今後ねますます発展して、まあ今後ね数年のうちにさらに大きな進化を遂げていくんだろうなと。我々絵描きの現場にもですね大きな影響を及ぼす技術なんで、そういった流れにね乗り遅れないように日々情報を仕入れてですね、成長を続けていきたいなというふうに思っております。あと最後にねおまけです。こんな指定をして絵をもう一枚だけね作ってみました。プリティガール、ホワイトヘア、ピクテール、グライズっていうのかな、まあ三つ編みのことですね。でブルーアイズで、最後にネンドロイドと入力すると、はい、見事新作のネンドロイドが誕生するわけなんですね。いや安定感すごいなネンドロ。はい、ということでですね、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。おしまいです。
Thank you.